もらうよ。よし、すぐ戻る。あれで僕、今回またライフイズストレンジ2をね、やっていこうかなと思います。前回は、まあ、弟ダニエルと一緒に、まあ、国境を越えようかと、アメリカからメキシコに行こうかというところで、まあ、国境の壁を、まあ、ダニエルの力で、まあ、強引にぶち破ったんだけど、あ、なんか国境警察隊みたいな、自警団みたいな奴らに、捕まったっていうか、そこで騒ぎを起こされて、警官が来て、その自警団もろとも一回捕まるっていう。一回捕まって今ここです。どうも。くそ。うわ。もう朝か。え？平気だといいけど。寝てたのかお前。いいね。ダンスでもしてやろうか。本当だよ。これ壊すって別に壊さなくていいよ。外したって意味がない。まあそうだよな。警官だらけなんだから。壊そうとしてみるか？あ、聞こえるなんか。どうやってここから抜け出せばいいんだ。俺、壊す以外やることねえな。そこだけ切り取るとなんかすごい、破壊者みたいな。壊す以外やることねえなっていう、ことになると思わなかったけど。まあ、壊すか。無理に決まってる。まあ、そうだよな。俺、手錠つきられたことないからわかんないんだわ。お利口さんだから、まあ、お利口さんだからっていうか、真っ当だから俺は。手錠つけられたことないからわかんねえや。どんぐらいきついのか。もううんざりだ。いつになったら安心できる。本当ですよ。暇なんですけど。警察さん、コーヒー持ってきて早く。揉めてんなあの女。変わんないよね。うわ。そうだね。もう朝か。じゃあ早く来て。警官さん。ダニエルと離れて半日以上経ってる。独居房に入ってもらうぞ。あ、来た。やったー。コーヒーは、おい。あ、ある。すみません。すみません。すみません。なんか噛みついちゃって。どうぞ。しかもしっかり入ってんな量。まあ、飲みな。量ありすぎじゃね？さてと。どれどれ。はい、一番左利きなんじゃないんですけど、なるほど、結構量入ってんな。マジか。え、こりゃやばいな。コーヒー飲めばマシになるはず。まあ結構やってますもん自分。罪を。そんな頻繁に飲まなくていいだろう。はい、何ですか。じゃあ言いたいことあんなら言えよ。飲むぞ。あ、すいません、かぶった。ド派手な連続犯だな。ちょうどかぶったね今。最近の子にはついていけんよ。シアトルで警官を殺害。まあまあ。ガソリンスタンドでの暴行。まあそこだけ切り取るとな。カリフォルニアの葉っぱ農園では爆発事件に巻き込まれ、その後ネバダでは宗教団体に入信。半端じゃねえな。そこの教会が全焼。これで半分にも満たないときた。一軒だけなら救いもあるが、この数じゃな。まだあんの？説明できますよ全部。めちゃくちゃだけど全部説明できる。そうです。それはフローレス捜査官に。こちらに向かってる。君の母親は教会への放火を認めたそうだ。嘘です。そんなの嘘だ。あの人が関係ないのは知ってるだろう。まあ本当なんだけど。あの人巻き込まないでくれよ。まあ、火をつけたのは紛れもなくお母さんだけど。俺が決めることじゃないな。あ、俺も気の毒だとは思ってるんだけど。え、否認を続けても事態は好転しない。まあそうですね。仕方なかったんです。仕方なかったんだ。ああ、弟を守るにはめちゃくちゃありがちだけど。わかるけど、いくら逃げても何も解決しない。俺だって報告書は読んだ。君はマシュー巡査の死も事故だというが、当たり前だろ。警察を待たなかった。確かに。いや、言っていいっすか。待てなかったんだよプレイヤーは。気づいたら
手遅れになってた。ショーンが勝手に行ったもん。逃げても事態は悪化するだけだろう。俺は待ってもよかったけど。幼い弟が起訴されることはない。あ、若いもんな。おそらくは君の祖父母が引き取ってくれる。君は何年も檻の中で過ごすだろうが、弟は平気だ。なあ、わからないのはどうやって子供二人でこれだけのものを破壊したかだ。なんせ、まあ、行く先々で何かしら吹き飛んでるからな。一体どうやって。信じてくれないだろう、女言っても。俺は大悪と言えねえよ。そんなノリじゃないよ。全部ただの事故なんだ。確かに変だけど、偶然が重なったとしか。言えばよくでもショーン、さっさと言えよ。いいか、一度は偶然、二度目は奇跡でも、三度ありゃ誰かの仕業だ。なんだ。多分やめた方が。座ってろ。ダニエル。ショーン。平気か。強すぎる。ダニエル。だその服。ちょっと頭痛いだけ。待って。いやもうラ使いすぎ力。早く行こう。力使いすぎってダニエル。大丈夫かな。ショーンを助けたくて。いやありがたいその気持ち。力を使うしかなくて。怪我させるつもりは。大丈夫だ。気にすんな。怪我はしないだろう。その服は何？ねえ。ダニエル強え。おい、ふざけるな。行かないと。出せ。心配するな、カーラ。あれ？この人たちは何やってるんですか？仲直りするべきかも。しません。大丈夫か夫婦？夫婦はお前出させるぞ。夫婦は出すよ全然。牢屋に入れられてる。そう。壊れたかな。もう一組は。ナイスダニエル。ちゃんと見てんな。もう一組は。すげえ話遅れてる。すげえ話遅れてんだけど。これあれ何やってるんですか。殺しちゃった。いや夫婦、お前らは逃がすよ。当たり前だろ。今出してやる。ダニエル。今鍵奪えばよくねえもん。無理やり行かんでも。鍵奪えばよくね。ありがとう。あら領事すぎるわ。ここで待ってて。これあれかな、時系団連れてたらさ、いざという時パワーがあるじゃん、パワーが。なんだありゃ、一体どうやったんだ。え、これどうやってあれ出せんの。何者なんだ。まあ、別に復讐はしなくていいよ、別に。逃がしはしないけどな、お前ら捕まっとけ、バーカ。手を上げろ。さ、撃つな。手を上げろ。動くんじゃない。ありがとう。待て。めちゃくちゃ時間ずれてる。じっとしてろ。めっちゃ時間ずれてる。やばい。今考えてる。ショーン、どうしたらいい。殺す。早くあいつらを止めないと。何カップだ。あいつら撃ち殺しちゃうよ。あいつらは危険だ。気をつけろ。ミスター。必要なら発砲するぞ。いらん。そ。え？何だった。動くんじゃない。おかしな真似はするなよ。いいんじゃない、ここちょうどタイミングくない今の。はい。誰も傷つけたくなかったのに。違う、絶対失敗じゃん。絶対失敗じゃん。まあ殺すよりいいか。まあ殺すよりいいだろう。荷物はこの中だよ。荷物とかいいだろう。バカかお前ら。おい何しやがった。命が大事だろう。これもベストだ。いろ、すぐ戻る。命の方が大事だよ。荷物なんかいいだろう。バカかお前ら。荷物なんか取ってる間ねえわバカ。何これ。あんなことするなんてよっぽど移民にビビってんの。すげえ時間かかってる。すぐ行った方がいいのかな本当は。ライフル。これであいつはもう何も撃てなくなった。ベルさ、ベルがすごい不安を煽んだけど。
銃大好き人間のだな。骨バッグを取ってこうぜ。結構まあまあのもの入ってんじゃないの。目標、あ、脱出するなんだもん。こりゃ犯罪の見本市。行くぞダニエル。ジョン、行かないと。ダニエルの力がなければ終わってたな。てかあの二人出れんなことで出れるかな。え、ほんとこっち大丈夫。やっちまえダニエル。いやもうさ、力なんか使いすぎだって。おい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 、二人の無事を祈ってるわ。パワーがありすぎる。いい、早く行け。パワー系すぎるダニエルが。行くぞダニエル。これさ、俺が逃がしたことでこの二人が撃たれるとかない。そういう未来、それ見せられるみたいなさ。ショーン、早く出して。分かってるって、車はそんな早く出ねえよ。よし、よかったな。意外とその街じゃないことが功を奏してだな。完全にメキシコポートオブエントリー。よし、誰も追いかけてこないよ今んとこな。よかったな、小規模でとりあえずは。まあそうなるからな。いや、あの二人にはちょっとあれかな。メキシコに行くつもりなの。命の危機を与えてしまったかな。迂闊だったか。でもないし。え？フリーワーク。ショーン、どうした。今日は7月4日だよ。え、初めてだね、お父さんのいない独立記念日は。あー、そっか、独立記念日か。ああ、覚えてる、毎年お父さんは花火を楽しみにしてて。ちょうど1年ぐらい経つのかな。じゃあ場所取りに行かされたよね。その辺古風だったな。この国を誇りに思ってた。もう今じゃこの国が嫌いと、嫌いならざるを得ないということかい。お二人さんよい。これは過去かな。あ、違うな。あ、帰ってきた。そのやり直すんの。お前言うなよ、今度ダニエル海に行きたいとか泳ぎたいとか。うわ、バレたじゃん。なんもうバレてんじゃん。ショーン、どうするの。あ、あのあいつじゃん、あのババア。ダニエルいけんの。なんかな、嫌だけどな、兄として。力は使わなくて、あの日父さんが撃たれたこと毎日思い出すんだ。時間を戻せるなら何だってするけど。そんな後にライフイズストレンジというゲームをおすすめします。すいません、散々しくじってごめんな。本当だよ、俺なりに頑張った。本当だ、ダニエルに嫌われてな。俺と父さんにとってお前は誇りだよ。一緒にいろいろ学んだけど、これからは自分に従え。うわー、これも俺らは離れ離れだ。そうなったら約束してくれ、いつでも正しいことをするって。え、
力を正しく使うんだ。お前ならきっとできる。ショーンは捕まるってことか。やだよ。話を聞いて。お願い。これ以上過ちを繰り返さないで。何が起きても忘れるなよ。ダニエル・ディアスだってこと。約束は嫌いだけど。これは頑張る。何が信用しだよ、お前。信用できるか、バカ。じゃあ、兄弟狼の結末は？うわ、俺が決めんの。俺が決めんじゃん、これ。車で突っ込むか否か。そういうことですか、ショーン・ディアス君。国境を越える。これはストーリー変わるぞ、終わり方。いやーでもさ、ショーンの言い方あれじゃなかった？なんかもう俺はここで捕まるから、ダニエルお前は幸せに暮らせよ的なさ、ノリだったよな、あれどう見ても。まああんなお前いいこと言った後さ、やっぱ行こうぜダニエル、ブーンは無理だろう。意味わからんだろう。どう、でもなんか国境を越えるっつってさ、撃たれんじゃない、ダニエルが。ダノマークあるってことは力使うんだよ。力使うんだけど、なんかダニエルがさ、死ぬんじゃないの？それ選んだことによってさ、そういう未来見えんだけど、やっぱさ、何かを、完全なハッピーエンドないんだよ、このゲーム。いや、マジで、Life is Strange。何かを失う代わりに何かを得るみたいな、スタンスだから、常に。そう考えたらさ、国境を越えるって、そんな仲良く兄弟で暮らしましたハッピーエンドちゃんちゃんはないと思うんだよな。だからこの力を使うマークがすごい主張してんだよな。いや自首する、いやまあまあまあ戻れるなら戻った方がいいのか。犯罪を犯したことないからはわかんねえけどさ、その気持ちが。こうゲームやってるだけだとさ、もうお前逃げたんだから自首してもだろうって思っちゃうんだけど。お前逃げたんだから自首してもだろうと。まあでも懸賞金かけられちゃうかな。国境。ただ派手に見たいよな。派手な結末も。自首したら。いやー、でも俺、ライフ・イズ・ストレンジ知ってんだよ。やっぱライフ・イズ・ストレンジ、ライフ・イズ・ストレンジ、ビフォー・アザ・ストーンもやってきたけど、この国境を越えるって俺、絶対誰か死ぬと思うわ。絶対ダニエルなりショーンなりが死ぬよ、これ。多分。絶対撃たれると思う、これ、普通に。国境を越える方の選択肢は、ま、ぜひとも、皆様が見てください。僕は、もうこれ以上誰かの死を見たくない。ごめん。てか、なんか、ショーンの前振り的にもさ、完全にあれだったじゃん。お前は、真っ当に生きろよ、ダニエルって言ってたから、まあ、ショーもこうしたいんでしょう、多分きっと。すまんな。ここで終わりだ。ここで？でも、僕なら。うん。らしくないね。そうだ。俺らは犯罪者じゃない。ただの子供だ。進む道を選ぶ時間はまだ十分ある。絶対誰か死ぬと思うわ、国境を越える。ハッピーエンドなわけないと思うもん、正直。うん、僕も大好きだよ。いやー、ダニエル、約束する、いつか出てくっから。今度こそ。ああ、10年後、20年後、30年後になるか分かんないけど、俺の教えを忘れないでくれ。いやでも死刑なんのかな。いいとこだけな。うん、忘れない。ダニエル、
膝をつけ、今すぐ膝をつけんだ。まあ普通に考えたらわかるけど、もう脱走の時点どうかと思うけどな。普通にしてもだろう、それ取り囲まれるだろう。なぜ同じ道で行こうとする、なんならなぜこの正門から行こうとするんだ、お前らは、お前ら兄弟は。なってごめんなさい。弟くんのことは必ず守る。本当に言ったな、お前ババア。信じるからな、ババア。やだ、ちょっと落ち着いて。心配いらないわ。ダニエル、自分を見失うなよ。かっけえ。信じてるからな。うちの可愛い音で触んじゃねえ、そんな気安く。ババアの手で。ふざけんなよ。ちょっと可愛い弟に。え、大丈夫？いや、国境を越えろ、俺誰か死ぬと思うんだけどな。なんか欲張ったせいで絶対何か失うんだって。ライフイズストレンジそういうゲームだから分かってんのって。絶対何か失ってるから、見てください。もう、おのおので見てください。もう、俺は見ません。お、ダニエル。お帰り、ダニエル。2017年8月1日。あ、じゃあ、1ヶ月後にじゃあ行けたんだ、普通に。じいちゃん、ばあちゃん家に。あ。面会してんのかな、これ。8月15日。あ、1年経った。もしかして、これもしかしてあれか？おしゃれなエンディングロールか？まさか。2019年6月1日、6月5日。ダニエルとキャプテンが仲良くやってんね。スーパーフルカーレニケンさん。え？え、ダニエルこれまさか。2025年5月28日？じいちゃんばあちゃん老けなさすぎだろ、お前。おいおい。10年近く経ってんだぞ。これまさかおしゃれなエンディングロールですか、まさかこれ。ダニエル酒飲んでんね。酒かな、あれ。誰だ？なんて書いてる？エナ、エナ。ダニエルイケメンなんだけど、ちょっと。はぁ？イケメンじゃない、ダニエル。まあ、そらそうか。まあ、そら、まあ、そらそうか。かっこよかったもんな。2033年4月4日。まだショーンは帰ってこないと。いや、でもなんか、ダニエルがまっとうな道進めてんじゃないの、これ。でも、ショーンの願い通りさ。国境での出来事が15年。あ、お母さんかな、あれ。あ、お母さんじゃん。かっこよ。え、かっこよ。は？え、かっこよ。は？ダニエルめちゃくちゃイケメンじゃん。あ、ついに。変わり果ててしまったけど、俺は。お母さんも変わんねえな。いや、ダニエルかっこよ。惚れちゃうわ。あ、荷物を持ってるってことは本当にこれ釈放ってやつですか。まあ、ショーンはショーンだな。いや、まあまあショーンはショーンだわ。ショーンがもう30ぐらいか。30。ダニエルかっこよ。いや、育って、いや、でもなんかよかったんじゃないこれ。普通に自首するでよかったんじゃないこれ。絶対こっちの方が幸せでしょ。
Life is Strange らしからぬ幸せ度ありますよ、今これ。かなり幸せじゃないこれ、今。ショーに教えないとね、今ね、この10年間、何年間かわかんないけど、あったことを。結構知らないと思うよ、時事問題じゃない、芸能ニュースか。ブロディ元気にしてっかな。いやでもこれいいでしょ、普通にいい終わり方じゃないこれ、完全に。あ、思い出の地に来た。わわわ、えぐいってしょ。ショーエグエグい、それエグいわ。ショーエグい、それエグいわ。ショーン。耐えられないわ、そういうの。リアルなやつ。あ、エグい。エグい。ガンダつけて攻めて。攻めてさ。ほら。ギガンってやつ。ギガンってあんのかな。あ、あのキャンプ場じゃないこれ。違うかな。だったら早い段階で実施すればよかったな。なんつうか。あ、思い出の地じゃんこれ。最初のあれじゃん、ホラー穴じゃん。あれか、ダニエルがこの10年間かなんかあったこと話してんのかな、思い出をな。こういうことがあったんだよつって声聞かせてよ、ダニエル。ちょっとした嬉しいんかな。ダニエルまだ力使えんのかな。今度はな、弟がな、あんだけ兄にかばわれてきたさ、弟が今度は励ますわけよな。これが兄弟よな。一方向じゃないんだよ、双方向からの支え合い、それが兄弟なんだよな。あれかな、思い出の地巡りかな。駐車場見えますね。いや、国道か。これは？抱き合うな。そんな抱き合うことないだろう。嬉しいとは言えな。あ、違う、これ別れかな。あ、お互いそれぞれ暮らしてんのかな、一人で。あ、じゃあまた今度なっていう抱き合いか。一緒に暮らしてんじゃないんだ。いやでもよかったんじゃない、普通に。あ、ちょっと狼やってんじゃん。ちょ、聞かせてよねえ。もしかしたらショーも会おうんって。おい、力使うなダニエル。おい、それはもう末期だぞお前。それぐらいだったら今の車でも頑張ってできるだろう、オートで開けるぐらい。そこ使うなよ。蓄積型かもしんないだろう、いつか限界が来るかもしれないじゃん。やめとけよこういうとこで使うの。一応まだ力は健在なんだな、でも。つまりは。そうそう、もうこんだけかっこよかったらモテんじゃないの。家庭持つよ、家庭。そろそろ年も年だし、ダニエルは。ショーンはどうなんだろうな。どういう暮らししてんだろう。ショーンはあれなのかな、お母さんの方行ったのかな、あの、自由の地。で、ダニエルはじいちゃんばあちゃんちか一人暮らしかって感じかな。あ、でもそっか、お母さんもダニエルに会ってるってことは、お母さんたちも仲戻ったのかな。ああ。まあ、最後だしね。感想いうか、感想を、恒例の。まあ、Life is Strange 2、まあ、やってきたわけだけど、
まあ、まずね、まあ、何も言うこと考えてないから、すごいね、拙くはなると思うけど、まあ、まず一番こうやってて、なんか、考えさせられたというか、まあ、そういうことを盛り込んでくるなっていうのは、やっぱ、ちょっと待って。そう、まあまあ、結論から言うと、まあその、なんていうの、まあ性の問題、あったじゃん、例えばあの、教会の時にいたさ、あいつ、小綺麗なやつ、名前忘れちゃったけど、あいつ、教会編で一緒に戦ったあのお兄さん、まあキャンプでも一緒にいたけど、まああのお兄さん、もうあれだったじゃん、なんか LGBT みたいなさ、女の子よりは男の子の方が好きみたいな感じの男の子だったし、あとは、エピソード4か5か忘れたけど、あそこで会った、あの二人のカップルかな、あれわかんないけど、ね、男だけどその女が好きってわけではないみたいな2人っていうところ、性の問題、まあ、ジェンダーよね、まあ、今の時代取り上げられてる問題の一つでもあるよね、その LGBT なるものは、まあ、そこもまず盛り込んでいるということ、まあ、加えて、まあ、やっぱりこのテーマにずこのゲームにずっとつきまとってきたけど、まあ、ショーンとダニエルという移民ではないか、移民なのかな、とりあえずお父さんがメキシコ人ということで、そう、メキシコの血がやっぱこう、常に邪魔するというかさ、メキシコ人じゃねえか、みたいな、常に当たりが強かったじゃん、やっぱり。お前ここの国の人間じゃねえな、みたいな。そういう、なんて言うんだろう、まあ、人種の問題とかさ、あとなんかあったんだよな、もう一個。人種と、ジェンダーと、なんだっけな、あ、誰か、そうそう、それこそ、あれだわ、宗教だわ、宗教。宗教って、まあ、あれは宗教的な問題ってわけでもなそうだけど、まあ、宗教というその苦しさ、まあ、宗教にとらわれるということ、あの宗教好きならいいけど、そのね、自分が信仰心が強く持ててない宗教に属することによる苦しさ。まあ、とかさ、まあ、その、意外とさ、Life is Strange とか Before the Storm って、やっぱ、基本的には、なんて言うの、学生生活っていうところがメインでさ、まあ、よくよく見てみれば、まあね、いろんな、まあそういう問題も浮かび上がってきたけど、まあこんな Life is Strange 2みたいに、その露骨になんか人種だの、まあ性だの、まあ、宗教だの、あとなんかあったっけな、まあそう、人種もどこも結局あれだ、国境の壁だってそうじゃん。ああいう感じのこともさ。まあ多分実際あるわけじゃん、ああいう壁がさ。で、国境警備団もいるわけじゃん、多分。で、メキシコはアメリカに来た、アメリカはメキシコに逃げたいみたいなさ、そういう賭けもあるわけじゃん、実際にも。そういうとこの、なんていうんだろうな、現実問題。すげえ浅いけど、現実問題っていうのかな。そういうなんか、現在の問題も、問題をすごいなんか反映してるなーってやってて思ったわ。なんかまたこれ Life is Strange とか Before the Storm とは違う、なんかこう考えさせられることというかさ、 Life is Strange はどっちかってやっぱこうなんか時間を戻すということ、まあ、時間に対する意識、そしてやっぱ写真を撮るということみたいな、なんかそのより人間らしいというかさ、身近な部分、生きるということに関してあったけど、これは本当なんか社会問題をバッサリと言ったって感じがすごい感じたな。やっぱジェンダー、自由、あと、まあ、人種、まあ、まずそこかな、うん、まあここ一番の、ここ一番のっておかしいけど、まず出てくる感想はそこかなと。で、ゲームとしてはていうか、まあキャラとしては、まあショーンとダニエル、まあ、いましたけども。ごめんね、整理してないからさ、あんま出てこないんだわ。なんだろうな、まあ、個人的な悔いといえば、やっぱり、すごいなんかダニエルには合わない選択肢を選んできたんだなっていう、まあ、すごい思うね。まあ、ちょくちょく言ってたと思うけど、まあ、特に第1エピソード3ぐらいまでが、本当になんか、プレイヤーの中でも少数派な方のイベントが、結構引けたと喜んでいいもんではないけど、引いてしまった
ね、ダニエルが暴れちゃう未来を描いてしまったのかなと、まあ、それが結構悔やまれるというかまあどうせだったら仲良くしたかった、俺も仲良く対立することなく行きたかったんだけど、まあ、結果としてダニエルなんか良くない教育を施してしまったっていうのがなんかすごい、まあ、悔やまれるかなというところで、まあ、あと成長っていうところで言えばやっぱなんだろうな、その俺のダニエルへの意識っていうのは、まあ、見てもらったらわかると思うけど、まあ、エピソード1、2ぐらいまではまあ可愛い弟よね、本当にのこのクソガキがみたいな、その軽い意味でねそういう感じだったんだけど、やっぱりエピソード2後半、まあ、3、4と来てすごいなんかこう我を持ちすぎた僕はもう子供なんかじゃないっていうその逆鱗、まあ、そこを毎回毎回言ってくるもんだから、まあ、すごい俺は苛立って僕、まあ、俺のダニエルに対する、まあ、第二の時期苛立ちよねを通したけども、でも最後の最後にまあ触れてはいるけど、まあエピソード4、5ぐらいからまあ見ても分かったよね、なんか明らかになんていうんだ、丸くなったというかさ、なんか自分は大人であるという意識を持ち始めたよね。子供じゃないんだじゃないんだよ、俺は大人なんだになったよね。あれ本当にうまいこと言ったね今。あそこの変化もねやっぱすごい嬉しかったかなと。でショーンはねそんな成長なかったかもな、俺の選択肢の兼ね合いじゃ仕方ないけど、なんかあんまり、ただでもやっぱ最初の時はあれだったじゃん、なんかそのもう何もできなくて、自分何もできなくて逃げるみたいな感じで、ね、どうしようもなくね逃げて、逃げたとこから始まったけど、まあそのちょくちょくやばい場面もあったわけじゃん。まあその時にやっぱりダニエル守るというか、なんていうんだろう、逃げるじゃなくて立ち向かうっていう感じになってたのがすごい、まあ、そこも成長なのかなと、ショーンの。まあ、そういうところかな。というか、まあ、冒頭にも言ったけど、やっぱあの3つの問題、人種性とか、あそこのやっぱ印象が強すぎて、なんかあんまりキャラがっていうのはね、今回特にないかな、意外と。まあ、ダニエル可愛かったし、キャプテン可愛かったなっていうのはあるけど、やっぱそのマックスとかクロエみたいな、なんかあそこまでではないな、あんまりキャラへのその入るのは、今回のやつに関しては。うん、すごい、そうだな、キャラは、うん、そんなかな申し訳ないけど、キャ、うん、そんなにかな。振り返ってみても、ただやっぱほんと理不尽だったよな全部な、なんか別れ方が無理やりすぎるというかさ、理不尽すぎたわ本当に。全部無理やりだもんな、エピソード1も、まあ、お父さんがね殺されたとこから始まって、まずはあのキャンプ地か、キャンプ地、まあそのキャンプシーズンじゃないキャンプ地に行ってホラー穴で過ごして、まあさあ出るかと出て、まあ、ガソスタ寄ったけど、まあ、ガソスタの店主ににらめきかされて、監禁されたけどダニエルが頑張って抜けて、でもあれも結局抜けざるを得ないみたいな、ね、店主に気づかれて追ってこられてさ、まあ、俺はあそこでテントを取るという選択肢を選んだけど、店主傷つけてね、それもどうだったのかなって今思えば思うけど、でそこ逃げざるを得ない状況になって、でそこでブローディに助けられて、でブローディがねホテル用意してくれて、まあ、あの頃はマッシュルームいたんだな、そういえばな、ワンちゃんな、あの頃はっつか、あの頃からかマッシュルームと一緒に行って、であそこであったんだよな、ブローディが用意してくれたあそこのモーテルか、モーテルで多分俺の選択肢が悪かったんだろうけど、まあ、ダニエルがブチギレると、なんて言ってくれなかったんだよ、お父さん死んでんじゃねえかよみたいな、まあああいうとこがあって、そうだな、あそこがあって、次があれか、雪国か、雪国、雪山に一度逃れたけど、まああそこでも結局最後マッシュ家出るって日に、まあ高屋が家を出ようという日に、まあ、マッシュがね
なんだっけあれ、なんて言うんだろう、あの生き物は。ジャガー。ジャガーですか、あれ何ですか、あれは。よくわかんない、虎みたいな、虎でもないけど、虎みたいなやつに、ねえ、から、なんでこう、毎回何か出るときに悲しみを背負わないといけないのかっていう。マッシュは亡くなって、ドバカ作って、で、歩いて、あれだな、じいちゃん、ばあちゃん家に行ったんだよな。でそこで、ばあちゃん分けってなって、まあ、なんとかばあちゃん、じいちゃんにも、分かってくれて、まあ、かくまってくれて、で、まあ、そこでキャプテンにも出会って、またここで楽しくしばらく暮らせるのかなって思ってたんだけど、まあ、そこでまた警官来たわけね。ここにショーンはいるかっつって、ショーン、ダニエルはいるのかっつって、まあ、追われる身だからしゃあないけどね、まあ、そこでもまた絡まれて、まあ、逃げざるを得なくなって、で、逃げて、で、まあ、そこも結局俺さ、最後キャプテンを、車で引かせてしまったっておかしいけど、車引かれちゃったっていうキャプテンが、そう、まあそこもちょっと選択肢ミスったなっていうところもあって、であそこを終えて、まあ本当にもうなんか行くあてがねえみたいな、まだメキシコまでは全然距離があるって、まあそこで出会ったのがあそこだな、あのよくわかんねえ集団、ならず者たちの集団ね、で出会って。いや、あそこでもまあまあ幸せに暮らしてたよね。幸せに暮らしてたんだけど、まああれは、自業自得みたいなとこもあるけど、いや、フィンがあるよな、フィン、でもそうなんだ、そこもダニエルがフィンに寄っちゃってるっていう、いうとこは結局、まあ、俺の選択ミスなんだよ。で、フィンとダニエルが金庫に行こうとしたら、まああれは自業自得だな。あれはしゃあないっていうよりも、あそこでまあドカーンってあって、俺は失明し、他の奴らも怪我し、誰入院と、でダニエル反省期だね、あれは。ダニエルが反省に入ると、やっちゃったなと。でダニエルが反省して、俺入院して、でも病院脱出しようと、で脱出して、であれか、宗教か。まあそう考えたら結構あったな、いろいろな。なんか案外あっさり終わったなと思ってたけど、まあ、よく考えると結構濃い日々を過ごしたな。で宗教行って、まあ、宗教もあれか、無理やり出させられたというよりは俺たちから出たか、どっちかっていうと。そうだな、そうまとめてみるとなんか前半と後半で違うな。前半は本当逃げてばっかの日々だったけど、後半は自分たちで逃げたって感じだな。見つけちゃったね。てか長くないですか、スタッフロール。ごめんなさい、長いです。もう喋ることねえわ、助けて。まあまあ振り返ってなんとか伸ばしてるけど、喋ることないよ。もうその最初に一番最初言ったあの3つの社会問題についての話がピークなんだけど、俺はジャパニーズボイスタレント、傭兵浜田、ショーン、ダニエル、松本サラ、寺井沙織、福田直子、これわかんねえ、パッて出てこねえけど、ごめんなさい。まあ、とりあえず、あ、デイビッドじゃん。デイビッド、なんであいつ解禁者なんだろうな。嬉しいとかじゃないんだよな、なんでお前なんだろうってしか思わないんだよな。まあ、とりあえず、まあ、修行、まあ、逃げた。だ最後でもあれか、また追われる日々、追われる身になったのか。自分たち逃げてきたけど、いやでも自分たち逃げてきたよな、あれも結局。うん、これあれか、いろんな国のやつ見てるから長いのか。今ジャパニーズモードだもんな。まあ、とりあえず、まあそこ逃げられなくて、で結局捕まって、でもダニエルが助けに来てくれて、あの二人解放して、あでも本当結局最後の選択肢はあれでよかったなと思うわ、なんか自首するっていうのは。絶対俺誰か死んでたと思うわ、国境を越える。いやでもどうだろう、自首するが幸せだったから、もしかしたら幸せかもしんない、国境を越えるも。でもなんか俺あったんじゃないかな、なんか。あのさ、まあありがちだけど、まあ、ダニエル力使うじゃん、ダニエル力使うマーク出てたから、多分力使うじゃん、国境を越えるで。でパトカー吹っ飛ばすじゃん、ブワーンっつって。
で吹っ飛ばして、まあ、ほとんどの警官はもう倒れてるわけよ、地に伏せてるわけ。でもなんか一人ぐらいさ、ちょっと起きてさ、させるかーってバーンって撃った弾がダニエルに当たるみたいな、絶対あったと思うんだよな。そう、まあ結果としても本当自首するで、なんかすげえ幸せな終わり方してたじゃん。お母さんもいて、じいちゃんばあちゃんもまあ多分ご存命で、ダニエルも育ってかっこよかったな。ダニエルもかっこよくなって、お母さんもまあね、もうより短髪になってねより短髪になって、まあ出迎えてくれたわけ、ショーンをね。結果として、まあ殺さね、死刑になることもなくね、釈放されたから、うん、結果としてよかったんじゃないかなと。おっと、これは終わるんじゃないか。アンリアルエンジンの紹介来てるぞ。これ終わるんじゃないか。いよいよ。いや、まあでもよかったわ。本当に。ただ俺はライフイズストレンジのが好きだけどね。俺はまだライフイズストレンジ3シリーズの中で、俺はライフイズストレンジ一番最初のやつが俺は一番好き。はっきり言って。なんでかって、っていうと、まあ、単純に時間を戻せるっていうのが好きなんだろうな、多分な。うん、時間を戻して運命を変えるっていうのがやっぱこう、やっぱかっけえじゃん。普通にやっぱなんか違うじゃん、尖り方が。で結局ビフォーザストーマは普通の人間のやり取りだから、言ってもクロエは普通だからね、普通なんかこう人間関係を描いてるだけじゃん。でダニエル、皆さんメッセージ。深夜ファンアートプレゼントを熱意、考察の数々に心から感謝しております。完結までお待ちいただきありがとうございました。この素晴らしい冒険の皆さんと共に体験できたことを思います。皆さんも兄弟狼の一員です。ありがとうございます。まあでもね、本当、まあでもずるいよ普通に、うん、マックスはずるい。時を戻せるのはずるいわ、正直。それはそれだけでもう、実することを選び、ダニエルが承諾した。拒否するもあるんだ。あ、まあでも自首するの結構多いんだな。でも最後でもよかったね。ダニエルが拒否したりならなくて。いつもだったらラスだもんな、多分な。社会規範に従うよう教えた。そう。ああ、でもあれもあれなのか。運命で決まってたのか。選択で。あ、なんか、お前は幸せに過ごすよ、みたいな。関係なかったんだ。そ、これだけだ。あ、こっからか。宝探しをして隠された記念を見つけた。はい。全体的にカレンと親しくなった。いいな。すげえ曖昧だな。気づかなる書き置きを残した。若い。気のない。アーサーとスターに分かるを告げた。あれ、告げないのあったもんな。全然な。忘れてたらな。カレンタグした。まあ、そりゃするだろう。ティーゴを透かした。夫婦を逃がした。まあ、逃がすよな。逃がすように。あ、ほら、やっぱそうじゃん。自警団やっぱみんな選ばないよな、案内されてな。だ、スザメ警察官を殺害するダニエルに頼まれなかった。頼まなかった。よかったよかった。なんか最後の最後にちょっと多数派いけてよかったわ。ダニエルがサソリのことで叱らなかった。え？何サソリ？ああ、あれか。いたずらするのをやめた。叱られたが。あ、叱ったじゃなかったんだ。モデルにジョアンのオブジェを完成させた。え、15% しかいないじゃん。ちょっと協力して。あ、まあダニエルのあれ優先したもんな、俺な。気づけたこと気にした。地球団は寝かせたまなかった。はい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 。警察官を気絶させた。警官を殺害した。殺害する頼まなかった。ああ、いいんじゃないの、最後。いいんじゃないの、パッとしないけど。ショーンとダニエルの旅路を最後まで見守っていただきありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、見守らせていただきありがとうございました。え？Life is Strangeの関連ゲームは、関連作品購入ページへ。残念ながら、買ってます。買ってますというか、やってます。なんならもう、このゲームをやっている時にもうあれだよ。ずっと言ってたよ。あ、ちょっとあんま、ハッシュタグつけたらお前あれだったじゃないの。目つけられたんじゃないの。くっそ、目つけとけばよかったな。まあ、とりあえず、
まあ、ちょくちょく紹介したね、僕もライフズストレンジでやってる時に。時間戻したらなーとかさ、みんな言うから。ちゃんと紹介して、俺はちゃんとライフズストレンジ、そんなあなたに、っつって。これあれか、今までのやつか。まあ、よかったんじゃない？もうすごい喋ったもん、正直。もうエンディング、あ、なんかあれだね。この画面だったっけ、オープニング。なんか3人いるじゃん、あそこ、右。ただ、ショーンはずっと下向いてるね、なんかね。どういう意味なんだろうね、これね。確かいなかったと思うけどな。わかんねえけど。まあもうエンディングでね、もう言いたいことは山ほど言ったというか、もう別に言いたくないことも言ったから、もういいや、あっさり終わるわ。じゃあ、ライフイズストレンジゲーム実況プレイ、ここで終わろうかなと思うわ。じゃあ、ありがとうございました。